アラウカどっこにハチキン今日も d j リエが生放送でお送りしております。えー、皆さんいかがお過ごしでしょうかもうあのいつものようにまた眠い,眠,眠いことになってるんですけど。ちょっとサザエさんやめてねちょっとラジオ切り替えてほしいんですけど <laughs>。今日はですねなんかすごいこの週末人出が。 人,で人がめちゃくちゃ多いなと思うんですけど家族連れとかねやっぱ押し上げだからでしょうかねあのスカイツリーを見に来たりとかあと確かあの先週言いましたけどマイケル・ジャクソン展始まってるんじゃないかなと思うんですけど <laughs> 私はまだ行ってないですけど、えー、私はですね昨日アゲハに行ってまいりまして昨月はですねあのかなり大規模なサングリラというゲイパーティーが行われていまして あのまあお友達が行くというので私も付き添って行ったんですけどすごいパワーをねもらって帰ってきたんですけどやっぱりなんかあのね冷やかしとかじゃなかったんですごいどんなものなんだろうっていう興,興味というかすごいあの語弊があるんですけどあの興味が、ね、あったんですよね彼らのゲイというものに対して。彼らはやっぱりそのなんかいろんな要素を 持ってるわけですよね女性と男性性っていうのをこう同時に持ってたりとかしてでしかも頭のいい人が多かったりとかうんなんかあの何芸術的なセンスがあったりとかねなんかそういったところをパワーをちょっともらいたいなというかあの目,の目の当たりにしたいっていうのがあって行ってきたんですけどいやーすごかったですね。もうなんかテンションが上がりっぱなしな感じですね。 まあ、あとフェロモンが。<laughs> なんか、やっぱりすごいですよね。あの、男性から男性へというか、やっぱ、もともと体の作りが男子だったりするからかわからないんですけど、エネルギーのなんか質が違うって思いました。<laughs> あれはもう特殊だなっていう、特殊な空間というか、でもなんか、あの、ね、可愛らしく語らったりしてて、 なんんかか微笑ましかったんですけど <laughs> そんなそんな週末また今日もねだらだらとお話をしていきますのでお付き合いよろしくお願いします。